になっております。おっとこれは捉えた、ノイジー2試合連発のホームラン、2試合連続で先制ホームランを放ちました。新外国人のノイジー、今日は打順を5番へと変えて最初の打席で結果を出しました。先制は阪神タイガース1対0、ノイジーが2試合連続ホームランを見せました。村田さん、緩い変化球で、はい、もう動かされてるんですけどもね、はい、もう左で1本ですよね。ただカーブですよね。打った瞬間に飛距離としても